はいさあおはようございます、チャンプルーです。ですね、日付からいきますね。今日の日付が日本時間で、5月の13日水曜日ですね。ここが、5月の12日火曜日なんですが、時間が、日本は午前4時26分。もうそろそろ皆さんウェイクアップの時間ですね。こっちが、お昼の12時26分っていう感じなんですが、結構ねいい感じですね。あ、向こうからおまわりさんが来ますね。白バイがなんかかっこいいっすね。ここはあのミッションベイ、宇宙海になってまして、あのネパリボートっていうんですかね、を楽しんでる人たちとか、まあ遠くにはヨットがあったりとか、こんな感じですね。ちょっとやっぱゴージャスなお家が結構ありますね。あのこのブーゲンビリアも結構綺麗に咲いてるって感じなんですがちょっと太政大将の前にまた周りをどういう感じかっていうことで、ちょっと散歩してみたいと思います。すいませんね、まだちょっと風がね強いですよね。風が強いですね。なんかやっぱちょっとね高級って感じがしますね。綺麗に映ってくれればいいんですけどね。結構風が強いっていうか、あれは多分ホテルかなんかなんでしょうね。ヤシの木が結構すごいですね。すごいヤシの木がいっぱいあるって感じで、いい感じですね。まあこうぐるっと雰囲気がね味わえればいいかなって思います。おっこらしょっと、なんか木が盆栽みたいにかっこいいですね、この木。ね。で、ぐるっと回って、こんな感じですかね。ああ、ちょっと風が強いな。風が強えなみたいな感じですね。ね、こんなこんな感じですね。なんか超豪華って感じですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ皆さんよろしければ太政大将なんで、こんな感じかな。ラジオ体操しましょう。よろしければ、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、腕を横に振りながら、立ってる方は元気よく足を上げて伸ばしましょう。
足の運動。弾んだ呼吸を徐々に整えながら、1、2、3、4、5、6、深呼吸です。深く息を吸って吐きましょう。5、6、7、8。どうもありがとうございます。あ、お日様がまだ見てなかったっす。こんな感じですね。めっちゃいい感じで、ね、歩いていく人たちも、まあもうあんな遠くまで行ってますね。さっきのバリーボートの人たち。安心、また野菜ピューポッ。